24年のレースに適したタミヤミニ四駆の選択に迷っているかもしれません。今年発売されたタミヤミニ四駆キットの中で最高のものの一つはエアロアバンテアジアチャレンジスペシャルです。なぜですか？それについて話し合いましょう。いいですか？タミヤは2024年に非常に特別なミニ 4WD バリアントを再びリリースします。エアロアバンテアジアチャレンジスペシャルは STB レーシングクラスでのレースにすぐに参戦できる素晴らしいデザインと機能を備えています。空力設計を備えたエアロアバンテは STB レーシングクラスで広く使用されています。クールなグラフィックを施したこのボディデカールはスタイルだけでなく装着することでさらなる価値をもたらします。アジアチャレンジスペシャルを購入すると STB クラスに参戦するためにスペアパーツを追加する必要がなくなりますが、タイヤなどのスペアパーツの取り付けが不要になるわけではありません。タイヤがトラック上で完璧に走行できるようにタイヤのバランスを調整する必要があります。空力特性に優れた AR シャーシ、サーキットでの摩擦を最小限に抑えるスーパーハードタイヤ、レース時に魅力的なアクセントとなるタイヤレタリングの組み合わせを採用。エアロアバンテアジアチャレンジスペシャル2024のあらゆる細部は最大のパフォーマンスを提供するように設計されています。スピードだけでなく正確性や安定性も重要です。最大限のパフォーマンスを得るためにもちろん既存のさまざまな方法を使用してタミヤダイナモを鳴らしておくこともできます。これにより車がレースで競争力を発揮できるようになります。ミニ四駆の性能を最適に保つためにはギア比の選択やシャーシの鳴らしも必要です。ギアやダイナモに摩擦を与えずにミニ四駆が最適に機能するようにグリスも忘れずに使用してください。ローラーがコーナー走行時に安定して車をサポートできるように取り付ける前にローラーを仕上げます。これでエアロアバンテアジアチャレンジスペシャルミニ四駆はレースに出場する準備が整いました。このキットは持っておく価値があり STB クラスのレースに最適なキットですので、このキットを複数購入することを忘れないでください。コメント欄に書いてください。タミヤミニ四駆について他に知りたいことはありますか？このビデオが気に入ったら忘れずに共有してください。ありがとう。